ハロー。ハロー。聞こえてる。しっかりしろ。まだ続けるぞ。お前と両親の最後はめちゃくちゃだった。わかるよ。でも答えが必要だ。今すぐに。わからぬ。思い出せ。お前の仲間がやってきてるんだ。全部つながってる。殺人も犯人も。殺人犯については思い出せそう。CIA になるのが夢だった。両親のようにか。お前の夢は復讐だろ。けじめをつけたかった。くだらない。ラングレーに採用された。新聞や警察、おじとおば、みんな同じように話していた。両親は単なる家宅侵入で殺されたと。意外とよくあることだと言われた。でも間違ってると分かってた。この仕事を始めて数年後、何度も昇進して、きっと今なら真実にたどり着ける。何が分かった？誰も事件の情報を持っていなかった。だから私はアクセスできる全ての記録を何年もかけて調べた。そして最も機密性の高い保管庫にアクセスできるようになった時、ファイルがなくなっていたんだ。 CIA がお前に何かを隠していたと。あとは私が引き継いだ。もちろん隠していた。常に何かを隠しているんだ。お前もな。弱く軽率だ。私と大違いさ。ジェーン、薬が切れてきた。いずれ私が主導権を握るだろう。オフィスに行かないと。オフィスに何がある？プリング服に。グラプリング服に持ってる。大したもの。この程度で私を止められると思わないで。私に隠しているものを見つけてやる。お前の計画を。それでオフィスはどんな様子だ？自分の人生に大義があるとして、成し遂げた後で歴史から消されるところを想像して、両親の思い出を称える日が来るとは。そんな時、希望が訪れた。誰かが探し求めていたものを与えてくれた。誰だ？ほら行く。ディスクの中を見てみるんだ。奴らは両親の記録を持っていた。経歴のすべてを。
両親を殺した作戦の詳細も CIA が殺すよう命じていたんだ。ターゲットを排除。他には？いや、ここは片付いた。アドラーだった。お前を庇護下に置く男だ。アドラー？冗談だろ。もしそれが本当ならお前の両親は二重スパイだったことになる。ありえない。両親の死因に関する事実を明らかにした。 CIA の腐敗がどれほど根深いのかを。まさか身内まで手にかけるなんて。操られてるんだ。奴らに耳を貸すな。お前の弱点を知られていた。まるで狂信者だな、ウッズ。どうせ何もできないくせに。アンテオンは CIA に対する彼らのビジョンを見せてくれた。アロー、奴ら見返りに何を？これは歴史上重要な瞬間だ。アメリカは世界で唯一の超大国になろうとしている。こんなにも腐敗した CIA のような組織に新たな世界秩序を操るに値する存在になれると思うか？必ず阻止してみせる。彼らの長所や欠点を内側から学んだ。指導体制が失われた後、パンテオンがその後釜に座る。奴らの評価を地に落としてからな。当然の報いだ。枯れてやがるな。我々はアメリカに現実を見せるつもりだ。 CIA はサダム・フセインのような存在から国民を守れない。奴らの新兵器からも。引き作戦か。そんなデタラメを誰が信じる。ああ、人は信じたい物語を信じるようにできている。それが一番簡単だからな。他の誰かがお前の両親を殺したのかもしれない。ハンテオンが仕組み上がった可能性もある。お前は子供だった。当時の記憶は確かなのか？ターゲットを排除。やつだった。なぜそう言い切れる？ターゲットを排除。あれは奴だった。アドラーじゃなかった。いい、お前は何してる。
女に打ち勝った。これが最後のかけらだ。アロ、アンテオンの計画を話してくれ。クレードルをどこに送ったんだ。答えに近づいてる。鏡が完成しそうだ。